猫背を改善するにはどのような方法がよろしいでしょうか。またいい姿勢を保つにはどのような習慣づくりが必要ですかってことですね。実はですね、知ってました、猫背って直せないんですよ。猫背って筋トレで治るとか、なんかこう、ね、僕も一時つけてましたけど、こういうセンサーとかつけて、でこのセンサーこうやってつけるとね、このセンサーがこの姿勢を記録して、体がこうやって猫背になったりすると、ウィーンってこうバイブして、はってこう気づけるみたいなのがあるんですけど、実はね、猫背ってね、意識し続けるしかないんですよ。意識し続けるとか、定期的に意識するってことをしない限りは、猫背って治らないんですね。だから、猫背になってる人って、よく筋トレとかをすることで猫背が治りますとか言うんですけど、まあ一部のチューブトレーニングなんかは猫背に効くかもねって言われてるんですが、大抵の人は意識の問題であることが多いので、まあただただ一定期間ごとにこう猫背になってないかをチェックして意識するってことをした方がいいと思います。で、これに関してはいろんな方法があるんですが、おすすめは、まあスマホのアプリとかで探すと出てきますけど、ランダムタイマーみたいなものがあって、ランダムにこうタイマーが鳴るんです。一定時間ごとに。ランダムに、例えば2時間に1回鳴るかもしれないとか、3時間に3回鳴るかもしれない。どこ鳴るかわかんないけどみたいなタイマーがあって、そのタイマーが鳴った瞬間にこう姿勢を整えるみたいなのを癖にしておくんですよ。でこれでスマホとかチェックしておくと気がつくとすぐこうなるんです。でタイマー鳴った時に、あ、曲がってるって気づいたら、こうやってこうやって戻すっていうのをひたすらやっていって、曲がってるように気づいてそれを戻すってことをやっていくと、だんだんそのなんだろう、タイマーが鳴った時に、あ、曲がってないな、保ててるなって感覚になってくるんですよ。こうやってひたすら意識しまくるっていうやり方があるので、ランダムタイマーを使うのが一番良いかなと思います。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それでは、バイバイ。